はい、どうもうずです。今日久しぶりにちょっとお昼ご飯を食べる動画、あんま需要があるかどうかわからないんですけど、お昼ご飯を食べる動画をやります。今日休みなんですけど、家族が私以外みんなでお出かけしてしまったので、まあ一人家に残されてね、動画をコツコツとやってる私としては、ちょっとコンビニ行ってきてカップ麺買ってきましたちょっとね、カップ麺もね、興味を引くような変わった味があったんで、まあ動画撮ろうかって思って、もう早速出しましょう。ドゥーンドゥーンドゥーンくどいね。はい、一平ちゃん、明星ですね、明星一平ちゃん、屋台の焼きうどん、いなり寿司味。すごくない？いなり寿司の味だよ。甘いんだろうね。甘いと思うよ。食べ慣れた味が焼きうどんになりました。で、ついてるマヨネーズが寿司狩り風味マヨ付き。もうね、興味引くところばっかしですよ。皆さん、いなり寿司好きですか？いなり寿司美味しいよね。もう回転寿司行くと、いなり寿司必ず頼みます。私と娘は。で、そうそう、ちょっとね、無駄話の一つ入れたいんですけど、私、もともと埼玉県民です。埼玉の鴻巣に住んでました、長いこと。で、埼玉県民っていうと、まあ、ソウルフードという言い方もされるんですけど、山田うどん。まあ、食べたことある方いますよね、きっとね。まあ、なんだろう、特別美味しいっていうわけじゃなくて、その家庭の味を大事にしたような、ほんとね、ほんと普通の素朴なうどんと、定食を出してくれるお店。もう人気の店です。私も何度も山田うどんお世話になりました。で、私が住んでる場所のそばでも、まあ、群馬県のね、ところにね、山田うどん1個あって、50号っていう通りがあるんですけど、その50号の通りの山田うどんに何回か足を運んでご飯食べたこともございます。はい、じゃあ、でもまあ中身チェックしてもしょうがないんですけど、ちょっと山田うどんの話待ってね。液体ソースにふりかけで、こちらが寿司狩り風味マヨ入ってます。かっこいいね。ちゃんとあのお寿司のねイメージだよね。で、中にはお麩のような感じで、これがあれかな、あのいなり寿司の衣の部分かな、入ってますね。はい、早速お湯入れましょう。お湯をね、とぼ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 ちゃんと入れてね、ちょっと跳ね返るな。はい、 OK で、これで何分だ、5分ですね。 Hey Siri タイマー5分8分になっちゃった。8分になっちゃったよ。ヘイシリ、タイマー5分。やっぱふざけて言ってちゃダメですね。5分で言ったら8分になっちゃった。はい。で、さっきの話です。山田うどん。馴染みがない方には全く関係ない話なんですけど、山田うどんの名前が変わるんですよね。変わったんだっけ？変わるんだし、変わるんですよね。で、その名前がちょっとこう物議を醸し出していて、まあ、今までの山田うどんからファミリー食堂山田うどん食堂っていう名前に変わるんですよ。で、ロゴももう発表されてあったんですけど、しっかりそのかかしさんの上にファミリー食堂山田うどん食堂って入ってるんですよ。食堂2つ入れたんですよ、ロゴに。ロゴにっていうか、その名前に。で、これに関してもネットでは、その食堂2つ名前に入れるのってどういうことなの、食堂食堂になってんじゃんって言って、結構冷やかしのメッセージとかコメントとかあって、これ考えたやつバカじゃないのっていうのも結構言われているんですよ。ただ見方がいくつかあると思うんですよ。山田うどんさんが本当にちょっと頭が飛んでいて、そのファミリー食堂山田うどん食堂っていうのを、これいける、これ間違いない、かっこいいタイトルだ、タイトルだ、もう名前だって思って決めたのか、もしくは戦略的に、ほら今 SNS ってこういう風に話題になるでしょ。で、その中で食堂2つ名前入れたらきっと話題になりますよ、社長みたいな。わかんないよ、イメージだよ。っていうので、わざと狙って作った可能性もあるわけじゃないですか、今のなんかそのネーミングとかって。まあ、でもどっちにしてもダサい、ダサいですよ。なんでファミリー食堂山田うどん食堂ない、ファミリー食堂山田うどんでいいじゃないですか。それの方がスッキリするし、なんかかっこいいよね。ロゴも締まりがあると思う。まあ、よくよく考えた上でこの名前にした、もしくは何か狙ってこの名前にした、どっちにしてもアウトだと思うんですよ。店とか会社の名前ってもう完全な看板じゃないですか。もう一番の看板ですよ。そこになんかこう一般的なね、人からね、あれおかしいんじゃないかっていうのが入っちゃうと、それはちょっと良くない看板じゃないかなと個人的には思いました。はい、ちょっとあの山田うどん食堂に関してのちょっと小言を話させていただきました。ちょっとお湯かたしてもらう。で、あのこれをね言うとキリがないんですけど、またちょっともう一つ小言で、セブンイレブンのお蕎麦ありますでしょ。セブンイレブンのあの小分けそば、小分けじゃないんか、あれは。こうなんかさ、つけて食べるそばがあるじゃないですか、冷たいそば。あれってこう年々こう味を変えたり、その質を変えたりよくされていて、で、昔ほんと好きだったんですよ。すごい好きで、もう週に1回ぐらい買うぐらいのペースであのそば食べてたんですけど、食べやすいし、
美味しかったんですけど、ここ最近、まあ、今年去年もかな、なんか今年もセブンのそばが新しくなりましたみたいな CM やってるじゃないですか、こう派手にかっこよく。美味しくないんですよこれは本当に個人的な意見だよ。私にとっては美味しくないんですよ。なんだろう、あのなんかさ、こうほぐし水あれかけて食べるときになんかすごいぬるぬるつるつるっていうかすごいしちゃってて、なんだ、一昔前の流水麺を思い出すような食感なんですよ。なんかねそう思ってくれる方がいたらね嬉しいんですけど、前はもうちょっとこうザラザラ感があって、あ、なんかそばっぽいなっていう感じで食べられてたんですよ。風味もあってつゆつけて食べるのはすごい美味しくて、つゆはもともと美味しいんですけど、セブンのやつもう麺がね、ほんとなんかダメだよねまあダメだよねって言って、お前だけだよって言われちゃったらそれまでなんですけど、まあ、今のセブンイレブンのあのつけそば、あれすごい私批判的です。美味しくない。なんだろうね、あのお茶とかそばとか、あ、タイマー来ちゃった、あの帯ちゃんからね、ちょっと、まあ、ちょっと、ちょ待って、ほんとあのこれシンプルでいいね、これしか具がないんだね、シンプル。あれ、ちょっとバッテリーがないな、ごめんなさい、ちょっとカメラのバッテリー切れる、カメラのバッテリーを次は変えてきます、もう忙しいな。よっしゃ、はい、カメラのバッテリーもちょっと今変えたんですけども、タレをかけましょう。液体ソースだね、まず。まあ、でも焼きうどんベースしたらどうなんだろうね、やっぱ甘くなるのかな。うん、タレそんな濃い感じじゃないね。で、ふりかけもこれも必要だろう、ふりかけかけよう。あ、ふりかけがなんか面白い感じだね。で、かけただけの状態だとすごいソースの方は薄い感じです。で、一回寿司狩り風味マヨをつけずに一口食べてみましょうね匂いはやっぱりいいよ。うん、匂いは間違いなくいい。で、ちょっと一口いただきます。あ、甘い、やっぱり甘い。うん、確かにあのいなり寿司の味するよ。うん、で、このお麩みたいなこれ食べてみようか。甘いなり寿司の衣だね、衣っていうのか、いなり寿司のふわふわの部分だね。はい、マヨネーズつけて食べましょう、せっかくだから。で、タイプは相変わらずマヨビーム式だね。ちょっと分厚く開いちゃったよ、全然マヨビームじゃないよごめん、切り方が下手でした。はい、じゃあ寿司狩り風味マヨをつけたところで、マヨ付きでいってみましょう。これです、まあうまいよ、これは間違いなくうまいよ。味はね、美味しいよ。なんか変な企画ものだからっていうものじゃなくて、味はしっかり美味しいです。さすが明星さん、一平ちゃんってね、一平ちゃんシリーズって何気に目立たないところがあるかもしれないんですけど、美味しいよね。目立たないってことないから、あれだけ出てればね。うまい。これつけたら全然味変わる、美味しい。なんだろう、確かにガリの風味というか味がね効いてる、美味しい。これはね、このマヨつけないとダメ、マヨつけて初めて完成品だわ、美味しい。で、ちゃんと酸味があるんですよ、寿司のあのなんだ、酢飯の酸味が効いていて、本当になんか寿司うどん、あやたかほうじ茶、あ、これもいいね。あやたかのほうじ茶もちょっと初めて飲んだんですけど、効いてますね、あやたか風のほうじ茶すいません。いや、でもいいよ、これいいよ、子供たちもね好きかもしんない、この味は。うん、うまい。今日もう一個ね、これ定番ですけど、ちょっとおにぎりも一個買ってきたんですよ。で、普段私あのこういったちょっとお高いおにぎり、お高いですよね、これお高いおにぎり買わないんですよ、めったに。だいたいね130円を超えるとね高いって感じちゃって、おにぎりは貧乏症ですから、貧乏症なんですよ。いろいろガジェットとかにお金をどんどん使う割に、服とか食費とかにはすごい貧乏症が出るんですよ。でもこれすごいよね、パッケージがもうね高級感出てますもんね。ちょっとこれ食べてみたかったんです、食べてみましょう。今回動画撮ってるから食べてますからね、普段本当にこういうおにぎり、こんなねいいおにぎり食べませんから。どうなんでしょう、具が大きい、大きいはずだよね、大きいかな。一口まず食べてみます。
うん。うん、そりゃ美味しいよ。鮭美味しい。鮭とか昆布って昔からある具材ですけど、まあ絶対崩れないよね、この辺のね、王者。まあシーチキンもそうですけど、まあこんな感じでたっぷり鮭も入っております。まあ一時期なんかこう鮭が飛び出すようなねぐらい入ってるのもありましたけど、この焼き鮭すごいうまい。うん、やばい。よく振ってからお飲みくださいって蓋に書いてあった。全然振ってなかった。下の方に溜まってんのかな。おにぎりっていいよね。すごい。おにぎり専門店とか本当ね、憧れますよ。おにぎりに情熱をかける、方とかいるじゃないですか。お店やってて。本当ね、おにぎりって飽きが来ない食べ物だよね。もうずっとね、おにぎり食ってられる。ずっと食ってられるか。あれ、ごめんね。なんかの話してたよね。セブンイレブンの、そうだ、蕎麦の話してたんだ。もういいや、蕎麦の話。ごめんね。なんか半端な話になっちゃってね。とりあえずまあ今のセブンのお蕎麦が好きじゃないっていう話でした。ちょっとおにぎり食べてたらこれがカペカペになってきちゃった。うん、うまっ。今さ、カップ焼きそばってなんかいろんなね、企画ものすごい多いじゃないですか。でも結構当たりが多いよね。あんまり外れっていうカップ麺ない気がするんだよね。そんなことないか。一昔前にあったペヤングの和風のさ、なんか出汁かなんか効いた味のやつ、あれはまた食べてみたいんだけど、昔やったやつって出してくんないのかな。あれ美味しかったんだけどね。こんな感じで、本日はお昼にカップ焼きうどん食べてみたんですけど、明星一平ちゃんのいなり寿司味、ちょっとね、手に取るときはちょっと正直悩んだんですけど、めちゃくちゃうまかったです。これもう一回買います。もう一回多分いける。もう一回ってのはなんか変だな。まあまだいける。これ美味しい。定番化してもね、私はね結構買い続けるかもしれないぐらい美味しい味です。逆にこれぐらいさ、味にエッジが効いてて個性があるのもいいんじゃないかなって思うんですけどね。定番化しても、まあ、定番化は難しいかな。ちょっとパッケージ見て、これ絶対お笑い系だよな、受け狙ってるよなって思ってらっしゃる方がいたら一回試してみてください。まあ好みに合わなかったら申し訳ないんですけど、私は美味しく食べられました。美味しいです。はい、今回のこのお食事系の動画もわざとらしく私深夜に公開しますので、夜中にこの動画を見られた方はごめんなさい。わざとです。ではまた別の動画で。バイバイ。他の動画も見てね。なんかね、この綾鷹ほうじ茶、ディズニーのラッキーボトルっていうのがラベルに書いてあって、ラベルをめくって当たる、当たりが出た場合ディズニー映画か音楽が視聴できますっていうことで、これですね、ここにそういった文言が書いてあるんですが、ちょっとめくってみましょうか。でもこのめくるとさ、どうなん、何も書いてないぞ。何も書いてないってことは、ハズレってこと？ハズレぐらい書いといてほしいよね。何も書いてない。うん。